ピーターズ VS ニコラス・ペトス。スーパーファイト、ピーターアーツ、ニコラス・ペタスの一戦が今始まりました。もうピーターアーツはすごい、いきなりすごい圧力かけてきますね。そうですね、非常に絶好調というふうに、絶好調って感じがしますね。この香港でもアーツの高笑いというのがこの週末何度も聞かれました。さあ左のボディから膝を持ってくる。1ラウンドからいってますね。やっぱニコラス・ペタスはですね、前回あのボブ・ザップのセコンドについてたんですけども、はい、まあ、これが本当に男の戦いというかですね、これが K-1 だという戦いを自分が見せるというですね、なるほどね、そういう苦労は意気込みだと思いますね、はい、この2人にもボブ・ザップを通じての因縁があるが、ピーターズ勢いありますね。この膝がいい、右を返した。ペタスも右のフックを返します。さあ、フックいいですよ。戦い、ワン・ツー、ちょっと効いたんじゃないですかね。さあペタスがようやくアーツの圧力の前に屈しない心を見せ始めました。もう日本で長く生活をしています。見せたいのはサムライスピリッツ、右のローキック。過去3度 K-1 チャンピオンに輝いたアーツ、第1ラウンドからその力、そのプレッシャーをかけています。アーツは飛ばしますね。いや、そうですね、本当に絶好調というのが、飲んでやろうって感じですよね。おっと、これはやや下腹部に入ったでしょうか。ペタスのローキック、すぐに試合が続行されます。あのペタスのね、接近戦のパンチも良かったですね。そうですね、身長差は12センチ、体重差は11キロありますが、回り込みたいところですね。さあ右、いいですよ、パンチ右入った、入りましたよ、来ましたよ、スリータイムズチャンピオンを倒すチャンスだ。ボディーブロー、ここはクリッチで逃れます。ピーターズパンチの連打がいいですね。いや、気持ちを、西山さん、はい、ペタスの気持ちどうですか。いや、5年間我慢した分を全部ぶつけてるって感じありますよね。でもその分あのピーターアーツ選手がなんか一発狙ってるような感じがずっとして、ちょっと怖いですね。まあ、中国初めての大会ですから強烈な印象を残したいという思いがあります。ピーターアーツ、さあ今度は右のミドル、アーツの表情が変わってきた。さあそして極真からねじ込みのかかと落としを見せますニコラス・ペタスです。さあ第1ラウンド、アーツの形相が変わってきました。簡単ではないぞという思いに変わってきたか。そうですね、ここから強いのが、ここから強いのがアーツですから、気抜いちゃダメですよね。ニコラス・ペタスはその魂の炎、闘争本能に火がついた。ピーターアーツ狙っている、左パー、そして膝パーが、やっぱ膝きついですね。左右の後回すから大きい、左のアイパンチがいいですね、ニコラスのね。そうですね、至近距離でアーツ打った後、こう的確に返してますよね、はい、ガードを固めてじっくりと我慢。この5年間の思いを感じさせるようなガードを固めたペタスのガード、我慢の時間、やっぱりレベル高いですね。バックスピンキックを見せます。そしてかかと、ここで第1ラウンド凝縮の3分間終了です。何やってるんですか、もう早く早く来ないと。え、迷ったんですか。いや、あのだから2つ目の信号ですよ。24時間通話無料は、はい、寄り道しないで早く来るように。ビルコム、はい、チコチコピーメールした。こないだね、あの、うん、わかんない24時間通話無料は、はい、ビルコム。ねえねえねえ、ここからの放送はトヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあこれから第2ラウンドを迎えます。青い目の侍と20世紀最強の暴君、この戦いは第2ラウンドを迎えました。ガードの上から右のハイ、おー、パンチが入りますよ。ニコラスのペタスが返す、ピーターが踏み入ってるのはちょっとパンチ上がってますね、はい、距離を詰めたところではまあ、ピーターズが距離を詰めて膝を合わせていこうという動きを再三見せています。すごい、2人ともモチベーションが高いですよね。いや、そうですね、やっぱりね、初めての香港で、はい、まあ、これが K-1 だという戦いをね、ピーターズは3度王者になったね、まあ、もう本当プライドとして見せてやろうという気持ちもあると思いますし、はい、ニコラさん絶対食ってやろうという気持ちあるんですかね。そうですね、さあ、はい、ここでガードの上から回り込めてですね、来る、右を返した、一度地獄を見た。右ストレート、右ストレート、ニコラス・ペタスの右ストレート、長
流れが変わる。パンチが入ってますね、ニコラスの。過去3度の骨折、その度に選手生命すら危ぶまれたニコラス・ペタス。この辺の、ね、あー、しかし右ストレート。この辺の強引さがね、ピーターさんですよね。ペタスの思いを踏みにじるような強烈な右のストレート一発。もうね、今自分の不利なところピーターさん強引にねじ伏せましたよね。そうですね、これが K1113 戦のキャリア、勝ち方を知っている男、右アッパー。ここ逃がしませんよね、こういうところ。いやー、しかしペタスも返していく。ペタス回りたいですね。あーと、ボディも効いてくる。膝をボディに当てていきます、ピーターズ。さあ、ペタスは苦しい戦いになりますが、まあ、諦めちゃダメですね。3度の地獄、地獄の底から這い上がってきたニコラス・ペタス。このアーツへの挑戦で日本の、そうですね、日本の若きファイターに伝えたいことがある。それは戦う前から勝負を決めてはいけない。最後の最後まで勝利を信じて打ち抜くことなんだ。ニコラス・ペタスは日本代表のファイターとして、そんなコメントもしてくれました。さあ、アーツを相手にダウンを奪われたニコラス・ペタス、その第2ラウンド右ストレート、臆せず距離を詰めていきます。ああ、ロックも効き始めましたね。効いてきましたね。ハイキックだ。 K1 スリータイムズチャンピオン、すごいハイキックですね。これがピーターズ。なんか圧巻取られてましたね。98年全ての試合をノックアウトで飾ったあの輝きを取り戻した。今年ピーターズ4度目のチャンピオンを取りに行くピーターズ、右の牌。いや、西山さん、はい、見せてくれますね。やっぱりすごいですね、これがピーターズだっていうような終わり方、すごい。いやー、でも香港のお客さんにはすごい印象を与えたんじゃないですか。